久保さん、顧客還元にしましょうか。顧客還元。ビジネスをやっていく上で、よくお客様に還元する、お客様のことをみたいなフレーズがあるじゃないですか。でもそれって売り上げが上がってないと還元できないんですよ。もし売り上げが上がってないで還元していくんだったら潰れますよね。まあね、最近ね、久保さん、アイコスを僕買ったんですよ。このアイコス。でね、今ね、全世界にこれ会員数どれぐらいいると思います？会員数。1900万人ぐらいいるらしいんですよ。しかもこれ、ね、この依存性が高いタバコなんで、1900万人のサブスクですよね。で、しかも、この機種、僕1万円ぐらいで買ったんですけど、昔までっていうのは、別にタバコ代だったじゃないですか。で、今は、その機種とか、そのタバコを吸う、その機材が1万円したりとかね。で、さらにそのアクセサリーとかも売ってるんですよ。だからさ、めちゃめちゃ儲かってるんですよね。だから今、アイコス専用の店舗があったりとか、あとはその、いろんな会員さん向けのプログラムとかめちゃめちゃ充実してるんですよ。で、僕はこのアイコスの公式 LINE に登録したんですけど、その公式 LINE に登録してる人が400万人以上いました。400万人です。アイコスのその LINE のこの公式 LINE に登録してる人が400万人以上いました。これすごい数ですよね。ミリオン超えてますよ。400万ですよ。そう。だからもうすごいんですよ。サービスが充実してるんですよ。で、僕昔5、6年前にこの R34 マガジンでアイコスの動画撮ってた時は、日本のね、テスト販売してたんですけども、東京とか福岡とか4大都市で試験販売してて、その時30万人ぐらいだったんですね。で、今400万人ですね。あれから5、6年経って。で、その時は、こんなサービスなかったですから、ここまでの充実したサービス。店舗もなかったですよ。今、店舗もあるんで、実店舗もアイコスの。しかもね、なんかカフェとかもあって、そのカフェだと、なんかいろいろと、なんか、この、無料クリーニング実施、そう、タバコスティックすべて無料。わかります？タバコスティックすべて無料ですね。で、Wi-Fi も無料、ドリンクも無料、すべて無料。アイコスストア、札幌、仙台、銀座、原宿、名古屋、梅田、心斎橋、広島にもあるな、福岡にあるらしいんですよ。どうですか？すべて無料です。で、なんでこの無料をね、提供できるのかっていうと、儲かってるからです。儲かってなかったらこんなの提供できないんで、昔5、6年前なかったですからね、こんなの。すごくないですかこれ、久保さん。Wi-Fi 無料だし、ドリンク無料だし、タバコ無料ですよ。タバコ吸い放題みたいなね。だからこれはいろんな味をお試ししてもらって、で、実際に購入を促すって話なんですけどね。うん。そう。しかも来店ポイント。そう。来店ポイントもあるらしくてね。うん。これすごくないですか？だからなんか空港の、クレジットカードでね、なんかゴールドカード持ってると空港のラウンジが無料みたいな話じゃないですか。だからそれね、ほんとアイコスもね、こんなのがあってすごいなと思いますね。だから、儲けるってことが大事ですね。儲けなければお客還元はできないってことです。いってらっしゃい。